さあ開けてくれ。13年ぶりの鮭だ。組のために殺人を犯したヤクザ、あれ収賄の罪をかぶった国会議員秘書、内急に安保法案に反対し一人決起した自衛隊員、だったらあなた方が血を流せばよい。3人の悪党が銀座の砦に集められた。理不尽は我慢することねえが、あの野郎何しに来たんじゃこれ。なんだとおい。あんた人殺したでしょ、抱いてくんない。愛したはずの組織に裏切られた3人の男たち、この先どうなるか分かってんだろうな。死んだも同然のみ、先なんてありませんよ。